アニマックスがスマートフォン専用ハンズフリー動画視聴システムを開発したということで発表会が行われます。ただ今日は4月1日エイプリルフールということで何かが起こりそうです。テリーさん、はい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 来ましたよ来ましたよ。え、テリーさん、ね、これですよ皆さん。これね、実はですね、このこれ見てください。え、アニマックスが開発したですね、手ぶらスマホホルダー、手ぶらクチン、これなんですね。ここへ来る前にスポーツジムで走ってたんですよ、はい、でスポーツジムで走ってる時に、あのスマホで見てるでしょ、はい、その時にこう持ってるんですよ。あ、そうですよね、みんなしないから、うんうんうん、だからこれがあると歩きながらもできるし余裕ですよ。そういうことだったんですね。喫茶店なんかでもコーヒー飲みながらこれやることができる。いやー、でも今回は、うん、さらにテリーさんが広告ビジュアルも手掛けられたということで、うん、はい、実際にこう皆様へお披露目をしていただきたいと思います。オープンお願いします。さあ、こちらが広告ビジュアル。なんだかテリーさんの体のちょっと一体になってるみたいで、うん、なんかこう女性のね、うん、こうビジョンに囲まれていると、だいたいこういう感じになるんですよ、だいたいこのような雰囲気が、これ僕だけじゃないんですよ。これをね、一つあのやることによって、はい、皆さんもこんな感じでモテると。リラックスした気持ちで、これ家でもいいんですよ。これ今あの私立ってますけど、こうやって座ることによって、これ多少これ調整ができます、余裕ほら見てください、ほら調整ができる、いいですよ、ほら最高でしょもうこれでもね、私がモテること間違いないです、ね、はい、いや、かなり注目度がね、はい、アップするのはもう間違いないなといった感じなんですけれども、多分、ね、来週ぐらい、このがまあこれはもう結構低予算で今あの発売の予定なんで、はい、これがですね、青山渋谷あたり、多分ねこれをあの装着して歩く人がいっぱい出てくると思います。いやー、こちらの女性バージョンもね、ちょっと今隠れちゃってますけども、はい、こういう感じの天狗バージョンもあります。今後ですね、バージョンはいろいろ出していく予定なんで、ぜひ皆さんもね、あの一家に2台ですねあ、1台ではなく、一家に2台は、2台はぜひ皆さんもね、はい、これをつけて、ぜひですね、アニマックスのアニメを見ていただければと。もう何しろ、見放題ですから。ここがポイントですよ。実はスマートフォンでアニマックスをもう見ることができると、今日から新サービスがスタートってことですね。そうなんです。ここですよ。ここですよね。さあ、今日はアニマックスの滝山社長にもお越しいただいております。今でアニマックスはあのスカパーとかあのケーブルテレビで見ていただきましたけども、今回は NOTTV というところで、はい、あ、いいですね、まあ、スマホでアニメを見放題ということで今日放送開始になりました、はい。テリーさんおっしゃっていただいた通り、はい、まあ、いつでもで、またこういうあのアクセサリーがあるとですね、うん、本当にもう長時間見るにはあの非常に適しているんで、うん、ぜひともテリーさんにも見ていただいて、またご意見をいただければと思います。もう私はもう今日からね、寝ないで見ますよ。ありがとうございます。朝起きませんからね、ずっと見ることができますよね、はい。いや、本当にこの24時間時間を問わないというのがやっぱ嬉しいポイントですよね。主導権がこちらにあるってことですよ ね、 やはりね。これ録画もできるんですよ。あ、ですので、さっきテリーさんおっしゃったように、うん、いつでも見たい時間に見ることもできるんで、うん、非常に便利だと思います、うん、で私はね、それこそどんな作品かってもほとんどね、もう網羅してますね。はい、そうですね、はい、ドラゴンボールも、あの大人から子供まで楽しめるアニメのラインアップということが私どものモットーでございます。そうですね、はい、もうぜひ皆さん見てもらいたいなと思います。ぜひよろしくお願いします。さあ、今後なんですが、あのテリーさんがこう手掛けられたアニメがこう一作品として放送されるなんていう可能性もあるんでしょうか。やります。あ、やります。あの早朝バズーカは今度アニメにしますのでぜひこちらもね、見ていただければと思います。もうすでになんか構想は練ってらっしゃるんですか。もう完全にできてますね、はい、いや、ちょっとそれを一部でいいんで教えていただきたいんですが。うん、そうですね、今仕事がないイノスさんとか早朝バズーカで行きたいと思いますね。はい、センターのスチールさんだいぶなんか凛々しい感じで、やっぱあのテリーさんのファッションと今相まってると思うんですけど、そこら辺意識されてるんですか。これね、これ後でつけてみるなんかね、
人格2つぐらい変わりますね。相当強気な人格になるね。相当ちょっとね、内気な人もね、オラオラになってくるね。これはいいね。女性がいた時のもっとオーラが倍ぐらい、だから女性がいたらもうちょっと多分僕の近くに来たらみんな火傷しますね。かなりやっぱりレベル高くなっちゃうんで、これはね、それこそセックスレスのね、ご夫婦とかにはぜひこれやっぱり1回に2台夫婦でこれつけてほしいなと思いますよね。どんなところでどんなものを見たいですか？これね、正直言ってやっぱりスポーツジムでいるとか、多分今の時期だったら桜もいいよね。桜を見ながらこれをやね、こう散歩しながら、それこそ目黒川とこうやりながらこう行くとね、まあぶつかっちゃう恐れがありますけどね、人にね。まあでもこれいいですね。あと家でね、見てるのもいいし、はい、いいと思いますよ。24時間アニメ見放題、すごく画期的なシステムだと思うんですけれども、どうですか？いや本当にそうですよね。もう今ってテレビはどうしてもね、タイムスケジュールの中で見なくちゃいけない。でも本当にね、夜中に起きて、それこそ世代によっても仕事によっても24時間の使い方が違うわけじゃないですか。その中で自分の合った時間の中でアニメを見れるっていうのは本当になんかもう今の時代だなって。だから本当に全部こうなっていくんじゃないですか。もう主導権が見る方に、視聴者の方に主導権があるというふうになっていくような気がしますよね。スマホでプロデューサーとしてこれからどんなことをしていきたいとかありますか？そうですね、本当に今回のこのアニマックスはもう年配の方から若い人までのもう網羅したね、たくさんの作品があるんで、とりあえず見てもらって元気が出たり、古い作品も新しい作品もあるんで、自分が若かった時に見た作品を見てもう一度よし頑張ろうとか、懐かしいなと思うこともあるだろうし、例えば恋人とね、その作品を見た人もいると思うんでね、その時のことを思い出してもいいなというふうに思うんで、ぜひ、見てもらいたいなと思いますね。テリーさんのお話を聞いていたら、この手ぶらくちん本当に画期的だなと欲しくなってしまいました。そして画期的といえば、スマホでノット TV でアニマックス見放題、いつでも時間を気にせずアニメが見られるということで、なかなかスマホが手放せなくなりそうですね。